はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、皆さん診断は開封しましたでしょうか。炎王環境に突入しておりまして、現在マスターデュエルさん、炎王というギミックが、マスターデュエルに登場しましたんで、こちらをぶん回していこうかなというふうに思っております。今回はですね、炎王スネークアイという、もう本当にずっと CG で環境トップだった、もう今でも多分環境トップなんじゃないかなっていう話なんですけども、炎王デッキですね。はい、こちらをスネークアイを入れることによって、まあ、何ができるようになるかっていうと、まずこのポニクスっていうモンスターがレベル1の炎属性モンスターで、こいつが初動になるんですけども、炎王はこれを、まあスネークアイエクセルやポプルスによるその現在法スネークアイでリクルートしてくれるという点。そしてスネークアイはやっぱり貫通札がかなり多くて、展開の、まあ、エクセルにゆらら打たれてもかかり火持ってればいけるとか、あとディアベレスターにで現在法スネークアイをセットできるとか、まあ、いろいろ貫通札があって、まあ、準構築の炎王もあるんですけど、今回ウルカニックスが来てるんでね、ウルカニックス来てる準構築のところもあるんですけど、今回は完全にそのスネークアイの中に、まあ、炎王を出張させてるみたいなイメージのデッキになってます。これはね、ほんとね、なんか使ってたんですよ、準構築も。準構築も使ってみたんですけど、結局やっぱスネークアイ入ってるから強いわ。スネークアイ入ってるから強い。なんでかっていうと、そのさっき言ったように貫通力があるからですね。あと、誘発の打ちどころがいっぱいあって、相手に結構そのミスリードさせることができるから、かなりね、強力なデッキになってるんじゃないかなというふうに思います。まあ、展開ルートはね、いろんな方が、多分その、上げてらっしゃるかもしれないんで、まあその辺見てもらえてもいいですし、今回の動画をちょっとよかったら参考にしていただいてもいいかなというところですね。で、このデッキはやっぱ一番初動が基本的には、まあ、たくさんありますので、まあ、一番初動に、枠を割き、あとはもう手札誘発で、固めることができるっていうのも非常に強いですね。で、炎王環境で、まあ、強い手札誘発は何があるかっていうと、やっぱりまず、わらしが結構ね、刺さるんですよね。相手の、ガルドニックスの蘇生効果とか、キリンの蘇生効果とかに打てますし、あと、このわらしっていうのは自分のカードに対する墓穴も守ることができると。墓穴結構辛いんですよ。実はガルドニックスとか、キリンとかの効果に墓穴ぶち込まれると意外と展開がね、止まらってしまったり、まあ除去能力がなくなってしまったりするので、この墓穴を止めるっていう意味でも今回はちょっとわらしを2枚ほど採用しております。まああとは、無限保養とかエフェクトベーラーなんですけど、無限保養とかエフェクトベーラーはね、かわされるんですよね。炎王って。炎王真珠キリンっていうモンスターが手札に存在している場合、炎属性ぶっ壊して出てこれますよみたいな効果あって、手札フィールドからね。だからまあ無限保養の対象になった、エフェクトベーラーの対象になった、エクセルとか、まあ、ポポルスとか、こういう、ポニクスとか、これのモンスターぶっ壊していてこれるんで、まあ、一応その、まあ、無効系ケアもできますよ、みたいな、ね、感じのモンスターってまして、これめちゃくちゃ強いですね。で、エクストデッキは基本的にはリンクモンスターで戦っていく。まあ、結構ね、ワンキルも取りやすくて、まあ、ジーランティスとレイジングフェニックスとか入ってるんで、これで展開していって、ワンキル取りやすくなってたりとか、あとは、やっぱそのエースモンスターであるこのガルドニクスエタニティっていうね、このエクシー召喚した場合にフィードのモンスター全部パスするっていう、この超豪快な効果。これは、まあ、あんまり使うことないんですけどね。英語スネークアイだと。まあ、一応これも、まあ、出しに行くことが、できますよというところで。ちなみにこれロイヤル出ました。いいでしょう。早速ね、この、まあ、次期環境トップ候補。多分次の DC も、このデッキが、まあ、席巻するんじゃないでしょうか。やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。これかかり認められたら何もできないんですけど、どうでしょうか。通していただけないでしょうか。とりあえず、かかり、うららはなさそうだな。うららはなさそう。いや、まあ、これはエクセルですね。で、エクセル、まあ、ちなみに制限カードになりました。OCG ではまだ純制限なんですけど、マスターディールではこのカード制限カードを飲まない。来た。神。あとは2秒だけか。これね、マジでね、制限だったらね、まあまあね、そのリソースとしては痛いんだけど、まあ別に1枚あれば、その展開はできるんで、まあそこまでね、まあ影響があるかと言われると、そこまでって感じはするかな。はい。で、まあいつも通りの普通に展開しまして、リンクリボーを変えましてからのポプルシングを出していく。はい。で、現在ホスネークアイもぶち込んでいく。ゴー。で、ポニクスじゃん。ポリポリーポリポリー鳴き声うざ。で、炎王の聖域を、サンクチュアリですね。はい。ファイヤーキングサンクチュアリ。英語名で言うと多分、知らんけど。で、炎王の孤島を置く、強すぎ。で、炎王の孤島の効果、炎属性モンスター爆破しながら、デッキから、
千円王ガルドニクスを手札に加えるぜ。こいつに召喚ムービー欲しかったけどね。さあ千円王ガルドニクスの効果、特殊召喚。千円王ガルドニクスの効果を起動するぜ。千円王ガルドニクスによってガネーシャを爆破し、ガネーシャの爆発の場合の効果を発動。自分の墓地から炎王モンスターを特殊召喚。キュイーン。そして、スネークアイエクセルの効果を発動。ポニポニーをリリースしてで、スネークアイフランベルチドラゴンを特殊召喚。ピットナイトアーリー出しておけばいいか、まあ、マスカレーナ出し行ってもまあいいっちゃいいんだけれども、まあ一旦これちょガネーシャ蘇生したいので、まあ、マスカレーナする意味もあんまないかなっていう。後からねこれね、あちなみに今ここで多分聖域をコストにするとモンスター数が足りてマスカレーナも出ると思うんですけど、まあ、これ手札ユーラーさんも結構強いんで、これ俺今わらしエフェクトベーラー無限包囲あるじゃないですか。なんかこういう時はなんか盤面になんか妨害をあんまたくさん用意する必要多分あんまないと思うんだよね。だからまあちょっと聖域をコストにせず、まあ、一旦ですねじゃあガネーシャで、ガネーシャ出しまして、これあの炎属性コストにしてモンスター無効ね、モンスター効果を無効で、アンブロエール、ここだから要はさもう一体モンスターがいるとここにさらにあれなんですよ、マスカレーナも立つんですよ。強いですよねまあそれがしたい方はこの聖域をコストにすればいいし、まあそんなにしなくてもいいよという、今回みたいに手札開発いっぱいあるよみたいな。ビックリボーは後でいいか。で、これで、無限保養セットして、まあエンドですかね。はい。まあ十分妨害数は。これなんか、盤面控えめに見えるんですけど、これね、すごい妨害数あるんですよ、墓地から。はい。まあちょっと墓穴やめてみたいなとこあるんだけど、もう墓穴は荒らしてケアしましょう。バース、なるほど。ディアベアルスターね、はいはいはい。いやこれディアベルスターちょっと現在法って言われると、現在法スネークアイ違うわ、なんだっけ反逆の財宝だ、反逆の財宝だった確か名前。ちょ墓穴撃て、墓穴撃て、墓穴ねえか、墓穴ねえ、なるほど、やるじゃないですか。なかなか三千の際やばいガネーシャパクられるやこれやばい、あガネーシャから使えばよかった、うわやっぱちょっとガネーシャパクられるのマジやばい、ちょいやば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 いガネパクにマジやばいって、あかんこれ絶対無限砲や、無限砲よくないこの参戦気がすんなら、ちょみしたみしたみした、あそっちそっちやの、なんでえガネーシャじゃない普通に考えて、なんでそっちパクった、まるで意味が分からんぞ、なぜガネーシャではない、マジヒーター、なるほどヒーターを破壊するとちょっとサーチ入るから破壊は先頭行って、まあじゃあわらしあるし、これは適当にポプルス設置しとくか、ポプルス設置しといて、ですねこれはですね使いません、ヒーターを破壊してしまうとなんかサーチが入ってめんどくさいし、なんか普通にスネークアイエクセル召喚とか言われてマジ宇宙起きる可能性あるから、これはヒーターの効果を着実にわらしで止めていくっていうスタイルね。これ手札強かったのマジで、これ手札が噛み合いまくってるわ。ヒーターこれ墓地から蘇生する効果なので、おーっと屋敷わらしさんが飛んでく、屋敷わらしさん発射、屋敷わらしにもヒュ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 のエフェクトをつけてほしいわ。さあとりあえずエクセルは無効に、まあ、無効じゃない、エクセルじゃない、ヒーターは無効になった。で、ワンフォーワン !141 来た、ウララステル反応強ウララステル、まあ、弱いか、別に逆に。ウララステ&これは多分エクセルだな。エクセル、効果起動。まあ、これは、先に、ガネーシャを使いまして、ガネを使いまして、炎属性を破壊しながら無効にしていくという感じですね。で、アンブロエール破壊。で、アンブロエールが破壊されたので効果を起動するんだけれども、まあ、1回先にガルドニクスの効果を 1で起動し、アンブロエール、これで一応、まあ、わらしをガルドニクスに打たれることはない。で、これ、リンクリボーか。クリクリー、これで、自爆も許さん、まあ、自爆されても別に蘇るけどね。ガネーシャはちなみに破壊されたらなんか墓地から縁を蘇らせるっていう効果が
ありますんで、まあ、めちゃくちゃ強いですよね。炎王種族のやつが出てくるからまた。で、ガルドちゃんの効果起動しまして爆発させます。もうまだなんかあんね。なんだろう、速攻魔法かな。これ墓穴とかだったらでも撃ってるよね多分ね。炎王真珠、キリン爆破で、キリン効果起動、キリンさんの効果で、自分の墓地からなんか炎王出てきてカード破壊します。はい、最強ですね。で、ポニクスちゃんが出てきて、ポニポニまあこんな鳴き声うざいけどな。で、スナックスニーカーエクセルが爆破で、ポニクスの効果を起動して、さらに次のターンのリソースである炎王の新天章を持ってくる。ここで焼いていきましょう。はい、さあもう大体無理でしょ。リソースさ見てこれクイックリボルブすげえカード入ってんの、手数鬼出るやん。まあでもクイックリボルブが打たれたところで結局トガ姫が蘇生されるんで、トガ姫で爆破すればいいんじゃん。カード特殊召喚する効果死ぬほどあって草やばすぎ。で、これポニクスを爆破することによって、次のターンの、あね、さすがに環境だろこれ。あんまやっぱあれだな、スネークアイの方、あのスネークアイ入りの方がしっくりくるな。やっぱりなんだかんだね、やっぱ純正をちょっと今使ってみたんだけど、純正やっぱちょっとやっぱ初動が薄いね。純正は初動薄いのと、ウルカニクス入りのやつね、とあとやっぱちょっと誘発受けっていうか誘発に弱い、ウルカニクスにウララとか打たれて何もできないとか結構あって、なんかさすがにこれスネークは入れた方が、まあ、強いんじゃないかなっていう気はしますね。はい、楽印ですね、いいですね。楽印は相性どうなんだろうな。まあでもミラジェイドうざいか。ミラジェイドシンプルに選んで除外とかいうガチでやばいこと起きてさ、ガルドニクスに着、ね、たどり着けないとかあるか普通に。でも反逆の財宝を持ってきて埋め込むしかねえ、これに関しては。何スプリガンズキット、まあ、これは無限保養ですか、さすがに。まあ、うららもあるからこれにまあ摩擦とか言われても、ただうららぶち込めば楽園融合にね楽園融合はちょっとうららへの対策かな、なかなか難しいよな。まあ、それでもね、あの上手い人は結構ケアして動いてくるところはあると思うんですけど、セットセット、あー弱そうだね、これはだいぶ弱そうだな。なるほどね、これ一応墓穴がうざいか。あ、抹殺来たわ、墓穴うざくないわ墓穴ケアが来ました大丈夫です。じゃあディアベレスターで、ガルドニクス切っていいですね。これガルドニクス切るとあの墓地から蘇ってくる効果はあるんですが、墓穴踏むんですよ。だからガルドニクスを一応捨てるときは、まあ、墓穴がちゃんとケアできるときが一番いいのかもしれないなっていうふうには思ってます今個人的にはね。はい、意外と墓地メタ効くんですよこの時。はい、で、まあ、現在法スネークアイを持ってきまして、まあ、これあるからね、あんま関係ないんだよね、その結局リクルートできるから、そのスネークアイエクセルからポニクスとかポプレスからの現在法とかで、だからポニクスにつながるカードは死ぬほどなんだよね。はい、でエクセル召喚効果発動、効果起動。ちなみにこれポプルス出しちゃうとポニックスに繋がんないんで、これは直接ポプルスを持ってくる感じですね。現在法を使っちゃってる場合は、スネークアイを特殊召喚してポニックスを普通に持ってきてポニックスを普通に召喚するっていう、まあそういう動きですね。で、ポニックスの召喚成功時の効果を発動、炎王マジックトラップカードを手札に加えることができる。これによってこれちなみに炎王新天章とかもね手札に加えられますから。で、聖域ファイヤーキングサンクチュアリを持ってきて発動、相手一生光ってんのなんだろうな、これ無限ホールとかって打った気がするんだよね。エクセルになんかもう打ちそうじゃない、さすがに。で、炎王の孤島の効果、あのクセカードなんだろうな。で、まあ一応ちょっと新炎王ポニクスパイセンを爆破しまして、ポニポニー何するんですかこんな声じゃないと思うけどこんな声ではないと思うんですけどね。で、何破壊するんだっけ、こっち行け、破壊じゃねえや、持ってくんのこれ、間違えた。で、千円をガルドニクスで、特殊召喚、まあまあ対戦影響ねえわ。ガルドニクスの効果起動、さあ、キリンちゃん爆破したいんだけど何かありますかっていう話なんですけども、ちょっとキリンちゃん持ってきすぎたわ。キリンの多分爆破すると、ちなみにあのキリンの追加効果がめっちゃ強くて、キリン特殊召喚、墓地から円を特殊召喚したときした後にフィールドカード破壊するっていう、なんかすげえ余計な効果ついてるんですよ。すごい余計ですよね。で、特殊召喚しますってこれで、カード破壊しますかって聞かれるからカード破壊するっていうあー楽園の獣ね、はいはい。ちなみにビーステッドもほぼ効きませんから、ね、まあ、ディアベルスターが効きますけど、一応
グランギエル鬱陶しいな。裏打つか。グランギちょっと鬱陶しいんで裏打ちます。さ、あいつが出てくるんで。あー出たー、抹殺か。なるほど、抹殺は抹殺できねえ、2枚入ってねえから。お好み抹殺の指名者1枚しかない。バグだろこれ。まあ、バグじゃないんだけどな。こんなもん 2枚も3枚また世界終わってんだけどさ。ちょっとうざいなそれは。でもこれあれでしょ、女でしょ、なんだっけ名前、クエム、クエムですよね多分。クエムなら別になんかなんとかなりそうな気がするけどな。あいつエクスタが出てきたら多分なんかブチ切れてうわーって言ってなんか墓地の音叉蘇生してるみたいな効果あるんですけど、まあいいわ。で何を送るかって話ですよね。これ多分アリバスを送るとかそういう感じなのかな。あーそういうことね。だからエクスタが出てきたら特殊召喚か。エクストラから出さなきゃいいや。ひらめいてもうた。出さなければいい、エクストラから。ウィー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 。はい、埋まろうね。バイバーイ。この押し込み除去やっぱ終わってるな、何回やっても。これあと何あんだ。いちいち、あ、だから1を墓地を送んないといけないのか、これ。ポニックスちょっと待って、君ちょっと墓地行ってくれる？ポップ、なんだっけ、スネークアイフランベルジドラゴンの効果で蘇生したいんで、あとはこっからですね、キルの取る方法っていうのをお見せしたいんですけども、アクセスコルトーカーとか入ってないんですけど、キル取るのにアクセスが不要だという話をさせてもらいましょう。とりあえずピットライトアーリーちゃんを一旦出しまして、まあ、これは正直何でもいいです、このリンクには。まあなんかヒーターとかでもいいな。で、レベル1を2体蘇生します。これは頭数を増やしているだけです。リンク値を増やしているだけ。はい。で、はい。で、まずは、リンク3で、ファイヤーキングトガ姫。ファイヤークイーンか。これ、これファイヤークイーンだよね。これ、マジこれファイヤークイーンじゃない？トガ姫とかいうモンスター。これ、名誉、栄誉モンスターだ、これ。で、支援のトカヒメちゃんの効果を起動しまして、自分の墓地から、まあ、フランベルジョラゴンが打点高いか、フランベルジョラゴンか。なんでもいいんだけど。フランベル、あ、こちらにランク8とかもいきますね、これ。この後。で、まあ、一旦ですね、レイジングフェニックスさんを出しましょう。はい、ここで。マンブロエル多分皆さん先行だったらしいんですけど、高校ではね、これを出します。で、レイジングフェニックスくん1体で、G ランティスとかいうガチヤバモンスターに変えまして、でGランティスの効果を起動して特殊召喚しますよと、モンスターをもう1回、Gランティス、はい、あ、ちなみにGランティスはこうやって相互リンクになるように、あの真ん中に置くと結構でかいです。でポップルス、あ、フランベル10でガルドニクス、はい、で、ね、スプリカンズキットを、裏守備で出して、でそうするとなんかお前特殊召喚しなーって言って、ファイヤークイーンがブチ切れて、お前独唱かモンスターしてんじゃねボケーって言って出てきて、はい。で、これで、あ、出すと間違えた。出すとこはちょっと待って、間違えた。まあ、いいか。で、レイジングフェニックスの効果。お前炎属性てめえ破壊してんじゃねーって言って出てきて、5000いくつ ?5800?600?700?5500 だった。バトルフェイズ。人何人死んでんだって話だよ、これ。対戦、ありがとうございました。これが、ガルドニクスマタニティ1級です。ま、マタニティ使ってないんだよ。あー、まあ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 か。一応現在法を引いてるし、意外と貫通はできる可能性はある。無の煉獄だと、貴様。ゴミみたいなデッキじゃないか、これ。やばい。だってゴミデッキの匂いする。無の煉獄2連打するデッキ、まともできないでしょ。まともなデッキっぽいな。いや、まともなデッキじゃないかもしれないか。マジシャンズソウルズ、何やるじゃないか。なかなか。何今いいだろう。ああ、いいだろう。ブラックマジシャンですか？じゃあ、違いますね。ちょ、わかんないですね、これ。何これ。はい、あ、ドローね。なるほど。まあ、ちょっとごめん。無限保養打ちた人生だった、これ。無限保養、竹光入ってるじゃん。これ、やばいって。ガチでやばい。ガドビッチ入ってる。イムセティ、やば。イムセティ、なんか全ての全持ち芸人じゃない、これ。やばいやばいやばい。ちょ、めっちゃ手札交換されてるって。なんだ、これ。だからまあでも幸いそんなに強くはないか、墓地行ったカードは。王の棺だと。まあいいだろう。さあ、王の棺の効果でなんかめっちゃ無限に落ちてくる。
めっちゃホルス出てきた、めちゃくちゃホルス出てきた。3体で、あー熱血指導してくれる、これ生活指導のおじさん来た、生活指導のおじさん、やばい、風紀委員長来た、トップシェアだと、なんだそのなんだそのゴミカード、最強カードホルスで使うとマジで、ね、トップシェアクソ強いですよね。あの融合強兵すごいな、なんだこれで、マジでわからん、何でこのデッキ、トップシェア、はあ、これでやつは、トップに置いた、なんだっけ、ナチュラルモルクリケットを引いていくと、ジャイアントレーナーの使い方うまいやん。で、オンス行こうか。モルクリケット送る。いいんだ。なるほど。モルクリケットぶち込んで、融合強兵。なるほど。ナチュラルエクストリオ、ナチュラルビースト。まあ、そいつはね、効果は俺のターンの終了時までは無効なので、まあ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 。まあ、モルクリできた。はや。モルクリ出てくる。なんだこれ、一時的に除外してるみたいな、そういう最強ムーブか。ナチュルモルクリケットの効果、ナチュルナーブ、ナチュルナーブ、何する人、あ、バホタップ無効にした破壊か、あ、はい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 、なるほど。えシンクロナチュルパルキオン、あ、トラップ無効ね、まあ、トラップはいいよ、別に無効には してもらっても構わないよ。まあ無限攻撃しかないから。えベルティアナコンダ、ちょ、わからんわからん、何これ、マジで、じゃ何これ、ね、え待って、え、そんなエクストリア出せるかなんてある、ミラクルシンクロフュージョン、やばい、待って落ち着け、誰誰、いやでも戦闘で破壊すればいいか、戦闘で破壊して、まあ、フランベルチとか出せれば、えあなにこのデッキ、えちょっと待って待って、これ特殊召喚できなくて魔法トラップ使わないってこと、やべえ、カード何も引かなくなった、助けてちょっと待って、そう無理じゃないこれ、これ何これ、どうやって勝つんだよこれ、強すぎて草、虚無空間と王宮の直命と王宮のオフレパクられたわ宇宙最強かよ。